We're continuing in our series in uh, Peter's letter, first letter. Um, the title for today is The Power of Conviction. Um, it follows on from last week's message, of course. Um, but we're just going to be reading verses 7 to 11 in chapter 4. ペテロン手紙第一の4章の7節からお読みします。The English is going to come up on the screen, but we're going to read it to you in Japanese. はい。では7節から11節までお読みします。So、はい。では4章、7節から11節。万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。 何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい愛は多くの罪を負うからです不平を言わないで互いにもて,あしもてなし合いなさいそれぞれが賜物を受けているのですから神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい語るのであれば神の言葉にふさわしく語り奉仕するのであれば神が備えてくださる方によってふさわしく奉仕しなさい すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためですこの方に栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメンで先週の話した中で

で、そういうふうに思ったと思います。うん、でも、そのような迫害の中で、ペテロはこういうふうに言ったんですね。と言ったんですね。バン、えー、の終わりが近づきました。なんてことを言い出したんです。でこのペテロがこれを書いたお、いなお、いなお、いなこいなお、いなこいなお、いい あの近づきましたって言ったのかっていうのはわかりません。でも私たちちょっと遠くを見ることもできます。Returned. うん、でえ私たちっと私たち今こうして振り返ってみると、この時から2000年経って、でもその2000年の間にイエスは戻ってきてないです。 なので、そこで明らかに思えることは、あのえペテロはじゃあ間違って何か勘違いをしていたんだろうかと you know,、so えー。ペテロからしても、この、えー、救いイっていうものがの、その計画っていうのはもうすべて成し遂げられたと。えー、そしてあの、メシアが戻ってくると。 えー、あメシアが来られると、そしてその救い主が死、えー、があって、<His resurrection. S 1> そして、よみがえって、uh, Jesus is into heaven. そして、天に登っていってっ、ていうそして、ペンテコステがあって、聖霊が注がれてと。 そしてそのようなことがあって、ペテロはここで、万物の終わりが近づきましたというふうに言っているんです。な、uh, えー、まあ、あ、あ、さん、えー、ちょっと想像してみてください。えー、デミアンと私、あ、ここ <laughs> デミアンと、まあ私と三人の子供があが、出かけているとします。Uh, アタックは、私は家に帰ってきて、私は家に帰ってきて、私、えー、っとトイレに行きたいは家に帰 go ってきて、私は家に帰ってきてうう、私は家に帰っきて、私は家に帰って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 きて、いは家ちょってきて、に帰ってきて、私はってきて、私は家に帰ってきに帰ってきて、私は家に帰って n て、私は家に o ってきて、私は家に帰ってきて、私は家に帰 m てきて、私は家に帰ってきて、私は家 でもちょっと待ってよっっててマミーいつ帰ってくるかあすぐ戻ってくるからって、ファイナルがってきてないなと life,、okay. でもまあこれ結構現実的に <laughs> あ,のあるあるなんですけど10 later, で十分経っても帰ってこないと by now.

ね、マミーは、いつ戻ってくるか分からないいつでも戻ってくるかもしれない,っていう。それは、可能性としてはあったわけですよね。ペトロはだからそういうこと言ってるこのすべてが終わりっていうのが近づいていてるとそしていつ 分からないけれども、でももういつでもイエスはもう戻ってくるかもしれないって。So、you, なので、皆さんにお聞きしたいのは、皆さんはイエスが戻ってくるってどのぐらい確信してますかそして、その確信は、皆さんが今日生きているその生き方にどのような影響を及ぼしているでしょうか Because I have three points that are going to explore those questions. We're going to look at the wisdom of this conviction, the content of this conviction, and the fruit of this conviction. So the first verse, it's meant to grab your attention. Peter wants to grab your attention. でここであのペテロは皆さんのあの注目をぐっと引きたいわけですよね。七節のところで万物の終わりが近づきました。ですからって来てます。 でえー、先週も言いましたけれども、えー、この聖書の中に、ですからっていう言葉が来たら、えー、よく気づいてください。えー、聖聖書書を読,み読んでででいいいたたらららすからが出ててきたらひあの線引いてくださの中、okay. こういうふうにしなさいっていうことがあったら、それは何らかの確信に基づいているんです。ペテロはこの先、どのように私たちが生きていくべきかっていうことを書いています。でも、何がその確信になっているかっていうと、万物の終わりが近づきましたってことなんです。で、すからって 要するに、このことをあなたは確信しているでしょう。だから、こういうふうに行きなさいって。Verse 7.Sober m i 心を整えて身を慎みなさい。Towards one another えー、そして、互いに熱心に愛し合うということ、えー。また、もてなす、えー。お互いに使える。<Good stewards. S 1> えー、そして、良い管理者となる。You know? こういうこと私たち何を聞いてきたと思います。でも多くのクリスチャンがこれをしようとするんだけれども、確信なくして、確信なしでやっちゃおうとしたんです、ねそ。そしてもうすぐに、ああもうこれしててもしんどいわって、疲れてきたわってなるんです。 Another way of looking at it is that uh, many people say, Oh, we know nothing about life after death. We, we can't be certain. You know, those same people will pro、protest on the streets. Protest, hmm. stand up for something, stand against something on social media, protest. まあ何かあ主張してね、あの主張してパレードするんじゃなくて、な何だったっけ。racism is wrong。そそそうそううあの人種差別をおかしいとか、え、何そうそうそう、でもでもありがとう。<laughs> うん。<laughs> violence is wrong。あの、えっ、ー、と、暴力は間違ってるって言って、でもしたり。あ、僕、sexuality、you can do whatever you like。でも、あの、 性的なセクシュアリティに関しては何でもご自由にどうぞみたいな。なので、どういうことが分かるかというと、その人たちがその生きて選んでいることというのは、何らかの確信に基づいているわけではない。その時に自分にとってこれはいいんじゃないかって思うこと、それをベースにしているだけ。You know, violence is wrong, <Get> えー、だってこんな、あの痛い思いをするのなんて嫌じゃないか。だから暴力は間違っている。Like person, so okay. でも、私はこの人とこういうふうに生きていたい、いきたいから、これはオーケーに違いないみたいな。もし。 私たちからその確信っていうものを取り除いたらきっと自分にとってはこれが心地いいこれが気持ちいいっていうことそれだけが残っていきます。で、も問題はクリスチャンでも、えー、その確信っていうものを持たずに、えー、生きている人が多いということです。They do その時に自分にとってこれは正しいんじゃないかって思うっていうことをベースに生きていく天国と地国があるってそれを確信してるからだから発見コースに連れてこようとか。 そして、えー、こ,この、えー、クリスチャンと、えー、クリスチャンじゃないその考え方にはこういう違いがあるからだからちょっとこれはあのリスクが多いかもしれないけれどもこのことをちょっとあの近所の人と話そうとか。There was 要するにその人たちにとってみたら自分に何の見返りがあるからっていうわけではないので、それのリスクっていうのは自分がひょっとしたら拒否られるかもしれないっていうことかもしれない。だってここに誰かを連れてきたからって言って別にみんなにボーナスポイントが与えられるわけではないから。でも 何らかの確信がその行動に移ったわけですよね。教会のメンバーシップも同じだと思います。ま,すあまあこれは、まあ、しきたりだか,らだからやるとかいう人もいるかもしれない。でもある人にとってみればもう強い心確信があるから。 That God caused me to make a, a stronger bond with my spiritual family than he actually does with my blood family. 自分の血血がつながっている人たちよりもこの霊的につながっている人たちと強くつながっていこうっていうそういうふうな願いを持ってまた確信を持ってする人もいます。だからペテロが言っているように私たちの行動っていうのはその確信に基づいているわけです。 ではお互いに、えー、もう熱心に愛し合いなさいって、そういうふうにしていく、そのその元になる確信というのは何でしょうかその確信の内容は何なんでしょうか ですからっていう前に来ているのは万物の終わりが近づきましたっていう一文です。万物の終わりが近づきましたですから。祈りのために心を整え、身を慎みなさい。で、えー、この。 えー、心を整え身,あ身を慎みなさいというその言葉あの英語では先、まあ、によってないなんかしらふのという意味があるんですけど、ah, あと同じ言葉を使っているんですけれども、まあ、それは何だったっけ、ah, えっと 8, なんか正気だってという意味を持っています。8, a, a えー、ルカのの福音書の中に、mm. えー 悪霊に取り憑かれていた人のお話が載っています。Day, bs, 昼も夜もお墓の周りをうろいて、day, で、えー、イエス様がてる人があ日現れそその人の上に力が、えー、あの臨んでそして、えー、癒されるっています。 そしてその人が入っています。寝ているのを見るというお話が入っています。寝ているのを見る。寝いるのを見る。寝ていうのを見る。っているのを見る。寝て,て,ているのを見る。寝てのを見る。寝ていのを見る。寝ているのを見ているのを見ているのを見る。寝ているのを見る。寝ているのを見る。寝ているのていこの正気っていう そのもともとのギリシャ語がこのペテロの中ペレドの手紙で身を包みなむっていうふうに使われているギリシャ語と同じ言葉です。Your, your right、万物の終わりが近づきましただから正気に戻ってなさいよと。Okay. When you understand The end is near. You suddenly get a realistic view on life. If there is a God who knows the difference between right and wrong, there will be a day of judgment. If there is going to be a day of judgment, to live as if there isn't going to be a day of judgment is crazy. もし善悪の区別をわきまえている神がいるのなら、裁きの日が来るだろう。もし裁きの日が来るのなら、裁きの日が来ないかのように生きるっていうことは正気ではない。い5ええー、御書のところ。で。

を確信するならばきっと今日私たちが生きるその生き方っていうのも変わってきます。Now, today I えー、今日はあ私は私 神様がこういうふうに生きなさいって言ってるけれどもそういうふうには生きないっていうそのためのこう言い訳をいろいろ考えたりとかこうだからああだからっていろいろ理由を思ってみたりとかしますけどでもそれを本当に神様の前に立った時に言うことができるでしょうか 問題は私たちがこの聖書を読んでいるときにどの部分が私は好きでどの部分はちょっと置いとこうかなそのままにしとこうかなって言ってこうね選んじゃうところです。 And his word is constant and infallible throughout history. And it's constant, it's, fallible, it's, it's infallible throughout history. 歴史を通しても変わりがないことなのか Or oh, the Bible is just like every other book you read. もしくは この、えー、聖書というものは他の書物と同じ他の本と同じようなレベルのものなんでしょうか、like. 自分が好きな部分だけいただいて自分が嫌になっても覚部分は置いとくみたいな。So if では、えー、このように、えー、万物の終わりが近づいたというふうに、えー、確信しているとしたらどういうふうになるでしょうか If convinced Jesus is back, イエサマゼテカイテクルンダティファニーカその確信をにシすごいしっかり握ってるんだなっていうことをがどういうふうにわかるでしょうか？I remember one lady coming up to me after the service. ある日あの、礼拝の後にあ,のある女性が来て、said, oh, えー、今日はちょっとあのお椅子の片付けは手伝えないんですって。えー、ちょっとあの家様が今日帰ってくるかもしれないから家を片付けないといけないので帰りますって。でもその一瞬は <laughs> すごいなんか清いなって思ったのね。 何かあのもうちょっとで何かもうあ、うん、あのすごいどうしそうだったの The interesting thing about what Peter's saying here, if you look at that list, でも、キョミブカイナトモノワ、ココデペテロが出してきてるリストっていうのは、いつの fruit of that conviction、このカクシンの結果だよと、カクシンから出てくるミレオと、affects the way you treat others. そしてそれはどういうものかというと他の人に対してどうかというところなんですね自分の家をどううきれいにするかどうかという問題じゃなくて他の人に対してどうかということばかりなんです8節に出てくる愛するということが出てきていますし9節のところにはもてなすっということが出てたりそして10節のところには自分のたまものを持って もちいて他の人に使えるということだったり see, 多くの人が信じてますって言いますでもどこか受け身の信仰であったりして the お互いのために、えー、生きてそして、えー、自分を捧げるっていうその姿に、えー その確信っていうのが現れてくるんです。Are, are そして、えー、こういうふうな確信がなん、えー、て言うんだろうあらわにされるっていうのは、えー、自分が大変だな、しんどいなって思うときなんです。So、a, a and and ここで、えー、この手紙にあてられて 当てて書かれたその人たちというのは、もう迫害にあってます。もういろんな辛いこと、しんどいこと、悲しいことがあって、そのもう最中にあるんですね。そのような状態の中で、ペテロはこの核心というところに連れてくるんです。Okay. もういいやって思うときに、あの確信を投げ捨ててしまうと。はい、okay, live。

本当にこう生き方っていうところで、えー、そこに注いでいくと思います。何よりも互いに熱心に愛し合いなさい <What? S 2> ですから。 この万物の終わりが近づいたって、そうなったときに、どうやったらそこからどうしてこの人を愛するっていうところにつながるんでしょうか See, many people again, it's easy to, to say, I believe it's all by grace alone.、えー、もうすべて恵みですっていうのは簡単なんだけれども。でも、どこか、えー、何かこう。 人から好かれなきゃいけないとか、なんか他のクリスチャンに、えー、認められなきゃいけないとか、あの神様にこういうふうに思われなきゃいけないっていうふうに思いながら生きていくっていうのも簡単にできてしまうわけです。therefore you end up doing good in order not to please God, but to use God.、えー、そうしていると、えー、神様を喜ばすっていうんじゃなくて、神様をどちらかと言えば、えっ、ー、と、なんていうんだろう。えー

でももし私たちが本当にこのイエスの犠牲っていうものがもうただ一度すべての人のためのものであったと信じるならば。If, if I そして私自分はもう絶対にこの恵みの中で安全なんだっていうふうに分かっていた,したこの終わりっていうのが来た時にもう私にはこれ以上何かしなければならないことはないっていうそれを本当に確信しているのであればもう完全にもう自由の立場になって 何でもでできるはずなんです、ね、もうこれで大丈夫って分かってるからもう完全に自由自分が自由になるから他の人のために、えー、自分を捧げてもいいって思えるようになるんです。See, えー、もうクリスチャンとしてこの最後の日が来るっていうのは何にも怖くないんです、えー。本当にもうイエス様の犠牲の上にあるって分かってるから恐れることは何もない。Said, died, so no、でも、えー、ある時ああそのだから終わりの日に、えー、私はあなたのために全てをしてもうあなたに。 もう責めることは何もないっていう、そこまで成し遂げたんだよっていう、その神様に会うときに。You 会うのを、そしてまた、もう私はあなたを決して離れないって言ってくださっている方、その方に会うっていう。Why? そ,れそ,そういうふうに言ってる方、そういうふうに言ってくれた、してくれた方に会うっていうの方が怖いなと思います。なはな、そのようそこまでしてくださった方に会うときに、自分はそれに対して、えー、それを。

神様の,その国からなんかこう追放されるんじゃないかとかそういう恐れを持っているわけじゃなくてでも自分は十分にしただろうかって思うそのところ本当にもう十分に愛されているものとして生きなかったっていうそれが怖い。 だって皆さん、想像してみてください。その、えー、最後に最後サイゴティガー、あの、やさ様に会うときにあ、自分は、こんなに愛されてィタノニー、モミナシゴミタニー、コジミタニー、シてィタナテ、instead of living as a chosen son or daughter of God。

だから信者にかそういうふうに、えー、何かをし何かのために来てほしいと思ってるんですね。No, you cannot make God love you anymore or less than he does today。もう神様が皆さんを今日を愛している以上にもいかにも愛してもらうということはできないんです。もうそれが分かると、もうこの、えー、キリストたとして歩んでいくということができるようになるんです。 <Earn> そしてじゃあキリストとしとしての生活ってどんなものだろうかっていうと、えー、この、えー、互いに熱心に愛し合っていっている。この熱心にキリストが私たちを愛してくださったように。 イエス様からのその愛っていうものを本当に身につけて本当にそれに守られてそれに覆われていく時にこの生き方は可能なんです、so、is, なのでもし皆さんがこの教会の家族を熱心に愛していないとしたら。 まだ文句を言っていて others, 自分のたまものを他の人に使えるために使っていなくて、the is, そういう状態であれば、えー、皆さんの中でどのような確信を忘れてしまっているんでしょうか Look what Peter says at the end: He says, do this and this and this and this, and then he says, so that in everything God may be glorified. Through Jesus Christ. この、えー、4章の11節の最後の方でなりますけれども、す、え、べ、ー、てにおいて、あキ、キリスト、あ、イエスキリストを通して神が崇められるためですというふうに書いています。Okay. As, as ペテロがこの手紙を書きながら本当にこうなんか確信によってすごいこうなんて言うんだろ熱くなってきてるっていうのが分かると思いますでもここで急にペテロはなんか祈りに賛美に移るわけですよねもうこのペテロは自分の中でこのあるその確信っていうものに

そのすべてにおいて神があがめられるということそれを忘れてしまっている状態かもしれません。Mm hmm. ああ、また神様も戻ってきてくれるっていう、それを知って、それを信じて、その確信に基づいて、毎日を生きるっていう。 ン・ートランドという人が言言った言葉ですけれども、uh, just, uh, この人が書いた本を最近読んでいて、ちょっとその一部なんですけれども、皆さんとお伝えしたいと思いました says, Pe el, away, you す。 あなたはよみがえりのイエスととと一つになっているといるうことだ切、うんえー、は、イエスキリストにあるものか、もしくは、アダムにあるものかっていうふうにわ、えーま、かれます。で、no えー、もう一個のオプションっていうのはないんです。And if 私たちがイエス・キリストにあるものであれば、えー、もうその新しく作られたものっていうのがそれがもう始まってるんです皆さんがキリストのうちにあるのであれば皆さんが行くところどこにでもイエス様も一緒に来くるといことですもうすべてもう何でも皆さんがしていること、えー、それイエス様も一緒にいるということそれ自身も影響すること なんかもうそれだけでも結構なインパクトがあると思うんです、ね、皆さんはどういうところにどんなことにキリストを連れて行ってるんでしょうか。そういうこの状況にイエスを連れ一緒に行くならば、それは神に栄光があることでしょうか。 もうつまらないなって思うことであったとしても、えー、イエスは私たちと一緒に来てくれるんです。ん働いてくだのそのご計画ってた、えー、ててりとか、ね、家族であったりとか、家族であっ walk you right into heaven. あなたの小さな存在の嵐のさなかで罪や、えー、苦しみ、失敗や行き詰まり揺れ動いたりさまよったりするさなかでイエスはあなたを天国へとまっすぐ連れていくあなたの顔を上げあなたの目を見てあなたの存在を明確に定義する私のうちにあなたがいて あなたのうちに私がいる go、えー、今日の、えー、礼拝終わっていきますけれども、えー、今日は生産式をしてから終わりたいと思います。Uh, はい、えー。では、ワーシップの,あの皆さんお願いします。Uh, maybe somebody could just help はい。Just pray. あでは、祈りましょう。 <Heavenly> Father, 天のなる神様、joy, live 神様どうか私たちの目が、開かれて、本当にあなたの、従順の道を読むことができますように。 えー、怖いから従うっていうのではなくて、えー、神様あなたが申してくださったことに対して干渉するから、えー、だから従うという、えー、そういう従順を与えてください。Well, あなたの栄光のためにすべての瞬間を生きるそのようなことをどうぞ教えてくださいまた私たちこれをするのは一人で一人でそのようにしていくわけではありません本当にその確信によってですどうかあなたの恵みにある 信仰を与えてください。そしてその自由からどうぞ人に使え、また人を愛していくことができますように。イエス・キリストの皆によって祈ります。ア